はい、チープロジェクトへようこそ。おちいさんやで、ポケットモンスターバイオレットゼロの秘宝を続きやっていきましょう。ゼイユが呼んでるんだっけな。もう寒いのでね、制服を冬仕様に変えました。さあ行こうか。行こうかってこっちじゃないわ、こっちだわ。なんで毎回伝言係にするの。他の子は、あ、いたいた。お祭り見立てたいけど課題もやらなくちゃな。同じこと言ってるね。うん、同じこと言ってるわ。いや、スクールバッグだけはどうしてもこのバッグ変えたくないんだよな。そういえば、図鑑どうなったかな。あ、図鑑あんまりだな、まだまだまだですね。こっちの図鑑は結構ね、あー、でも全然ですね。ナマケロとかいないもんな。あー、タンドンの進化系か。ナマケロとか全然見つけないよね。やる気者、あー、であれか。え、これ出てくんの、マジ。やる気者と、あの寝てるやつね。甘い子の進化系かな、これは。甘かじ。生息地。木を揺らすと落ちてくる。へぇ。はい、まあそんな感じで。オーガポン。お面ポケモン。姿ってどうやって見るんだっけ。ちょっとわかんねえや。はい、まあなんやかんや図鑑も埋まりつつありますが、そろそろね、集めの。あれ、誰もいないんだけど。あれ、トモコプラザだっけ。あ、トモコプラザだった。家じゃなかった。ん？モニターが今一瞬落ちた。ゼイユ一人だけ？やっと来た。ち、昨日すごかったね。お面取り戻したいわ。これにてお役御免かな。すぐは帰ってからずっと部屋に引きこもってる。そうなんだ。うん。あ、ちいが責任感じなくていいから。もともと私がオーガポンのこと秘密にしようって言ったからだし。すぐもさ、地味にプライド高いの。オーガポン、調子はどう？すぐじゃないけど、私もオーガポンのこと大好きになっちゃった。だからさ、あんたとオーガポンと勝負させてよ。いいけど、オーガポン今手持ちに入ってないんだけど。ちょっと待って、オーガポン手持ちに入ってない。最初会った時意地悪したの根に持ってる。思い出作りにお願いだってば。いや、だからオーガポン中に入ってない。ちょっと待ってね、オーガポン入れるから。待ってね、オーガポン入れるからね。
未来丼預けれない、そりゃそうだ。じゃあゾロワーク預ける。オーガポン死にかけてるんだけど。これあれかな、かま、あのお面持たせとかないとダメなんじゃない。あ、これこれ、水ポケ、水炎、岩。水にしましょう。かわいい。はい、いいよ。はいって言うと思った。それでこそあんたじゃん。準備できたら教えなさいよね。あれ、準備してきたんだけどな。オーガポン連れてるみたいね。お面で戦い方変わりそうだけど、このまま勝負でいいのね。いいよ。それじゃ位置につくよ。ゼイユとの戦いもこれで最後かな。いやー、ゼイユ確かに意地悪だったけどめっちゃ可愛い子だったな。私に早起きさせたんだから、その分楽しませなさいよね。え、これオーガポン使わずに勝ったら怒られる。痛いとこばっかついてきて、あんた友達少なかったり。いや、3人ぐらいいますし、一応3人はいますし。頬張ると蓄えるの違い何？力を蓄えて自分の防御と特防を上げる。蓄えるでいいか。吐き出す。これ確か痛いんだよ結構。飲み込むとかもなかったっけ？あ、あったね。吐き出すいらんかな。飲み込もう。飲み込もう。飲み込む一択にしよう。全なんかいろいろ覚えるのはやっぱ一回に覚えるのがすごい。シガリスでしょ。のしかかったところで感ある。お、キュウコン、いいじゃないですか。オーガポン出しますよ。行け、オーガポン。わー、綺麗。やけどになるやつだっけこれ。うわ、綺麗だなーオーガポン。お、一発では持っていけなかったか。ほんね、水色のやつ好き。叩きつける、羽織みたいな。あ、金縛っちゃった。さ、コンボ封じ込められちゃった。命中ゼロなの？あ、75なのか。ケタグリ大丈夫か。きつそうだな、ちょっと。
危ない。もういいよ、ガポン。もういい。シガリス、結構自由だな。母コモリ、誰？ロガポン、ありがとう、交代。母コモリってなんだろう、母さん？母コモリ？はぁ？はぁ？葉っぱだな、完全に。あれ、ゼリューってこんなんだっけ。あれ、ヤバソちゃんは？お、カウンターいいね。言うて星ガリス使うことないんだけどな。あ、モルペコ。あ、電気きついかもしれない。あ、もう残った。あ、そうか、気合のたすき持ってんだこいつ、じゃなかったっけ。いや、普通に残っただけ。グーオッケ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 ー。こいつの強さは私が一番知ってるからな。あ、やっぱヤバそちゃ、これも入れ替えるか。未来の池、今一つすぎるな。今一つすぎるな。ミラーコートでなんとかなるかな。なんとかなりそう。なんとかなったわ。種マシンガンいらん。あ、もうあんたって強すぎ。でもこの顔のゼイユめっちゃ好き。いや、でもオーガポンめっちゃ怖かった。死にそうだったもん。かわいいな、星狩りしちゃった。でけえ。欲張りスに進化した。欲張りポケモン、体の約2倍の長さの尻尾で木から落とした木の実をごっそり包んで持ち去るぞ。欲張りだな。すごい、すごいな。顔ドアップだったけど。60か。これで最後？悔しいけどさすがって感じ。あんたとオーガポン、焼けちゃうくらい気持ちが通じ合ってんのね。ポニョー。実はさ、ちょっと言いにくいんだけど、私そろそろさ。ん？どうした？やあ、チー君、ブライアだよ。今朝は全部屋でオリエンテーリングが終わってね。管理人さんからお話があるので、公民館前に集まってほしいんだ。私も了解です。ゼイユ君も一緒なのか、連絡が省けて助かるよ。子供はすごいね。短い期間であっという間に友達を作ってしま
それでは公民館前でみんなと待っているよ。ゼユちゃんと言ったんだね。本当にそうよ。せっかく友達になれたのに。え？ゼユどっか行っちゃうの？それじゃあ話聞きに行きますか。めんどいけど最後だしね。ポン死にかけてるよ。欲張りす外して、チー君、これで全員ではないがメンバーは揃ったね。ゼユ、それでは管理人さんどうぞ。はい、皆さんおはようございます。なんと皆さん全部のペアで北上の歴史看板巡り、オリエンテーリングを終えられました。やったー！とっても楽しかったです。いやーどうもありがとうね。本当にお疲れ様でした。オリエンテーリングの参加賞をお配りしますね。北上文字セット。本当はもっと時間かかると思ったんですが、皆さん優秀で、林間学校終了まではまだ全然期間がありますので、アカデミーの生徒さん方はご自由に北上にご滞在ください。それと諸事情で申し訳ないが、私ゼユ君、スグリ君のブルーベリー組は一足先に学園に戻らなければならないんだ。どうして？本当にすまないね。大穴関係で進展があってどうしても行かなければならないんだ。引率として同行していたが、君たちは実に優秀なので私がいなくても大丈夫さ。すみませんが、以降のお世話は管理人さんにお願いしますよ。はいはい、大丈夫ですよ。そしてゼイユ君、言いたいことがあるんだったかな。はい、弟は体調悪いんで、私が代表して。知っての通り、私はこの村の出身です。私、あんたたちよそ者が村に来るの嫌でした。私たちの大切な場所、土足で入って来られる気がして。けど一緒に過ごしてみると、全然そんなことはなくって。実際みんなと話してると面白いし、食わず嫌い良くないなって思いました。だから楽しかったってこと、みんな来てくれてありがとう。特にチー、来てくれたのがあんたでよかった。ま、根性の別れってわけでもないし、ブルーベリー学園は強いトレーナー多いから、今度遊びに来なさいよね。実は言いづらいんだけどさ、留学生に選ばれちゃってさこれから行くんだけどさ。あ、そうだ、私荷物整理しなきゃ。それじゃあまたね。さよならは言ってあげないから。いやー、あれ絶対お家で泣くんだろうな。バイバーイ、またね。あの子らしいというか、なんというか、一瞬一瞬が輝かしい子供たちの時間は大人からすると眩しすぎます。というわけで、一旦林間学校は一区切り。管理人さんにお礼を言いましょうか。ありがとうございました。
もっと強くならないと。すぐり？待っててな、ジー。おー、後編に続く。暗くなったな、いきなり。はい、というわけでですね、今回はこれでおしまいかな、一旦は。帰る日の朝、マハパンチで看板巡り終えたんだ。そういうことか。交換留学生しに行きますか。いいこと言うじゃん。はい、というわけでですね、今回はちょっと短いんですが、この辺でおしまいにしたいと思います。いやー、スグリなかなかいい男だな、裏もあるし。はい、というわけで、前編緑の仮面これにて終了かな。はい、次回は後編に行きます。ご視聴ありがとうございました。ちいさんでした。